はい、こんにちは、レトスノーノです。8月16日の3問に入っていきます。 A が所有する公建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は公建物を C に賃借し、 C が占有している時に工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。この時 A は損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、D に対する損害賠償責任を免れることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文はどういう状況かというと、 A が所有する公建物があって、これに塀を設置しようとしているんですよね。まあ、A さんが塀を設置しようとしていて、 B に塀の設置を任せたんですね。つまり B がまあ請負業者っていうイメージです。で、A は公建物を C に貸したんですね。つまり C が賃借人です。で、この建物は現状 C が占有してます。C が使ってます。で、この工事の瑕疵っていうのは塀の工事ですね。塀の工事について、まあ、不具合があったと。つまり工事業者 B にまあ責任はあるんですけども、まあ、それが原因で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまった。つまり D は被害者ですね。この時、A っていうのは公建物の所有者ですね。は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたら、D に対して、被害者に対して損害賠償責任を免れることができる、丸か×かという問題なんですけども、所有者 A っていうのは、注意をしていたとしても、損害賠償責任免れることはできないんですね。だから、誤りです。まあ、状況を図にするとこんな感じですね。公建物の所有者が A さんで、これを、まあ、C に貸してるから、まあ、C が占有者ですね。で、塀があるんですけども、この塀っていうのは A が請負業者 B に任せて B が工事をしたと。で、まあ、工事をしたはいいけれども、その工事に瑕疵があった。つまり、まあ、B がちゃんと工事してなかったんですね。で、その結果塀が崩れて、D さん損害を被ったという状況です。この時質問されている内容は、A さんが注意していたら A は損害賠償責任を免れることができるかなんですけども、これは免れることできないんですね。だから結論としてはもう×で決定してるんですけれども、まあ、これ考える上でまず一番最初に考えるのは C さんなんですよ。 C さんがまず必要な注意をしているかどうかなんですね。で、必要な注意をしていたら C さんは損害賠償責任は免れます。で、免れた結果どうなるかっていうと、A さんが責任を負う形になるんですね。つまり A さんが最終的には尻拭いしなければいけないという形になります。A さんが D さんに損害賠償をした後の話なんですけども、そもそもこの塀の設置について、まあ、この設置の工事ですね、これに瑕疵があったわけなので、D さんが結局は悪いんですよ。それを A さんがとりあえずは賠償したわけなので、A さんは B さんに対して、求償することは可能です。つまり、返してくださいねというふうに請求することは可能ですよってことですね。まあ、ここまでは質問されていないんですけども、そこまで合わせて覚えておきましょう。またですね、この問題、ちょっと考えるべきところがすごくたくさんあってですね、この無料の動画ではここまでしかちょっとお伝えできません。で、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガをご確認ください。考え方を1からですね、並べて解説してますので、その順に頭に入れていただければと思います。それでもう工作物責任っていうのは、ほとんどもう定数取れますので、それで OK です。で、問2ですね。宅建業者 A、公建知事免許を持った宅建業者 A は、公建知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、公建知事は A に対し、2年間の業務停止を命ずることができる、丸か×かという問題です。答えは×です。2年ではなくて1年ですね。1年以内の期間を定めて、業務停止を命ずることができます。まず、指示処分に従わなかった場合、これは業務停止処分事由に該当するんですね。まあ、今回で言うと業務停止処分を行うと。で、この場合、業務停止の期間というのは1年以内でなければなりません。したがって、公建知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることはできませんので、誤りです。まあ、これは基本的な問題なんで、絶対頭に入れておきましょう。もう業務停止の期間というのは1年以内だって、これも覚えたらいいだけなので、これは覚えちゃって構いません。で、土地区画整理法ですね。仮勘地指定の結果、使用し、または収益する者のいなくなった重税の宅地についても、
従前の宅地に関する権利は残るので、施工者は土地区画整理事業の工事を行うためには当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない、丸か×かという問題です。答えは、所有者の同意、これ不要ですね。仮勘違が指定されると、元々の宅地、まあ、従前の宅地ですね。従前の宅地の所有者は、仮勘違を使用収益します。じゃあ、この元々の宅地、いわゆる従前の宅地ですね。これどうなるかっていうと、これは勘違処分があるまでは施工者が管理するんですよ。なので、施工者が管理するんだから、従前の宅地を工事するために施工者は土地所有者の同意を得る必要はありません。よって誤りだということです。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。